相手を思う心を持ち続けることはとても素晴らしいことですよね。御嶽荘も70年が経ち、たくさんの思いやりと感動が生まれてきました。その一つ一つは大切な宝物です。今日もお互いを思い合える一日になりますように。御嶽荘で生まれる両思いをお届けします。結納式ってとても素敵なことですよね。結納式は愛する人とそのご家族に思いを伝えることができる大切な時間なんですよね。これまで育てていただいたご両親への感謝、共に歩んでいく二人の愛の誓い、そして温かく見守る家族の思い、そんな大切な人を思う素敵な気持ちを形にしたものが結納の儀式です。だからこそお互いの新しい家族で集まって共にお食事をしながらお話をするということは、特に今の時代だからこそ大切にしたいことです。二度と繰り返すことのできないたった一度きりの瞬間だからこそ、忘れることのできない素敵な時間を過ごしていただきたい。私たちが昔も今も変わらず持っている相手を大切に思う気持ちが重なって両思いになりますように。御嶽荘でお互いのことを思い合うという幸せ、これからも大切にしていきたい心がけです。この番組はノバレーゼの提供でお送りいたしました。